先攻は翔平、対するはブルーコーナー、後攻は浩介。さあ、ヨーロッパ修行を経てバキバキの翔平と、はい、言わずもがな、まあ、ランキング首位浩介ですね。上昇ですからね。上昇浩介です、はい。今まで JFC でベスト4に残んなかったことないぐらい。なるほど、なるほど、なるほど。もうずっと日本のトップランカーをキープしてる男ですね。それに比べるとやっぱり翔平はベスト4初めてなんで、うん、お、はい、その差はあるかもしれないですけど、逆にこう勢いとか、うん、そういうところで強化かなっていう。なるほど。さあ、いまだにトップランカーをキープしてる浩介がやはり強いという結果になるのか、それとも新時代の幕開け、ここでも見れちゃうのか、翔平のチャレンジです。それでは参りましょう、セミファイナル2、先攻は翔平から、ニューバトルです。レッツゴー。